ディミトリス・ニコラオは、ギリシャ・エビア県ハルキス出身のサッカー選手。イタリアセリエ A エンポリ FC 所属。ポジションは DF。2007年にオリンピアコス FC のユースアカデミーに入所。2016年にトップチームに昇格。翌年1月29日のベリア FC 戦でプロデビュー。プロ1年目の2016から17シーズンは、リーグ戦2試合に出場。 同シーズンのギリシャスーパーリーグ優勝を経験。同年10月18日の UEFA チャンピオンズリーググループリーグの FC バルセロナ戦では前半18分にオンゴールを起死してしまいながらも試合終了間際に1のゴールを決めるという1試合でゴールとオンゴールの両方を記録した選手となった。なお試合は3から1でバルサが勝利した。 2019年1月28日、エンポリエ FC への買取オプション付きのローン移籍が発表。4月15日のアタランタ BC 戦で移籍後初出場。2018から19シーズンは4試合で起用されるも、チームはセリエ A で18位に終わり、セリエ B に降格。同シーズン終了後の6月2日にエンポリエの完全移籍が決定。 2019から20シーズン以降先発に定着。2020から21シーズンはセリエ B 優勝を果たし、セリエ A 復帰に貢献した。2013年からユース世代のギリシャ代表に招集され、ユース代表の主軸として活躍。2018年5月15日のサウジアラビア戦でフル代表初出場。2020年までユース世代でプレーした。 ありがとうございます。